てなしや特別な時間を演出するために持っておきたいグラス。少し繊細なところもありますが、コツさえ知っておけば長く綺麗にお使いいただけます。今回は大切なグラスを割ってしまう前に知っておきたいグラスのお手入れの仕方について解説していきます。グラスが割れる原因の多くは他の食器との衝突です。グラスは水を入れて避けておき、シンクが片付いた後に洗います。基本的に40度くらいのお湯で指を使って優しくこするだけで大体の汚れは落とすことができます。口紅や食事の油分がついた場合はスポンジと中性洗剤を使います。硬いスポンジは傷や割れを招きますので、柔らかいスポンジをしっかり泡立たせてから使用します。ステムの部分を持つとグラスが折れてしまうことがあるので、ボールの部分を持つようにしましょう。力を入れないように泡で優しくこするイメージで洗います。ボールには無理にスポンジを入れず、泡と指で洗いましょう。自然乾燥させると水垢が残りますので、すぐに拭き上げるのがポイントです。グラス用に販売されている大判のクロスを使用するのがおすすめです。両手の上に広げ、力は入れないようにグラスを包み込むように水分を拭いていきます。ボウルには手を入れず、クロスの端を入れていきます。ステムではなくボウルを持ち、くるくると回しながら水分を拭き取ります。とても綺麗になりました。少し面倒に感じるかもしれませんが、こうすることでグラスをもう一度磨き直す必要もなくなるので、次回も気持ちよくお使いいただけます。いかがでしたでしょうか。グラスのお手入れのポイントを知っていれば長く綺麗にお使いいただけます。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。